じゃあちょっと仕切り直しで自己紹介と意気込みをアンディさんお願いします。大阪から来ました、なにわの暴れ馬元アンディ南野です。ここは、まあ、合法的に人をどつけるというところで、ちょっと昔の自分を思い出して好きにやらせてもらおうかなと思ってます。お願いします。じゃあ次の方お願いします。ごぼうの党という政治団体をやらせていただいてます、奥野隆と言います。こう選挙に行かない、政治に興味がないっていうやんちゃな子たちに支持されてる、まあ、日本で一番多分再生数が回ってる政治家なんですよね。なんで、まあ、今回も、まあ、どんなドラマがあるか分かんないですけど応募させていただきました。じゃあ松井君お願いします。あのサップ君に負けて言うのもなんですけど、ちょっとサップ君に負けてひな壇から降りたんで、ちょっとその相方のアンディ君とやらせてもらったらいい、嬉しいかなと思います。いますねに、はい、やりたいの、俺ここにもおるけどね、やりたいの。あ、本当ですか。まあ、アンディ君が決めてもらったこの人、この人、なんか俺のことなんかチンコロ野郎とか言うてるし。お前な、お前ネチョネチョ野郎やねんから、お前いちいちめんどくさいな、お前なめくじ野郎。お前な、サップさんは確かにな、うん、男っぽい性格してることあるわ。目見て、どこ見て喋ってんねん。隣やぞ。おもんないね、お前。お前な、そもそもお前、俺のセコンドつけた言うてきたんちゃうんかいな。俺は断ったら、お前、大層のセコンドか、お前。誰かを持ち上げたいんじゃなくて、お前、自分が踏み台にして目立ちたいんやろ、お前。どこが男気やねん、お前。サップさんは感じる、男気を。あ、そう。うん、お前、ネチョネチョやろやんけ、なめくじやろ。ネチョネチョなめくじやろ。やべえ、これやるか。なんで 今やるか。興味ないのお前に。お前に興味ないね、うん、でもおもんないねお前。ここやれないの。これちょっといいですか。逆に今話聞いてて、奥野さんは俺とどうすか。いや、バーンさんとはやる理由はないわ。タイソンとこの前やって、まあ、勝ったじゃないですか。なんか世間はそのなんかタイソンが弱かったからだけだろっていう話が結構聞いてて、でまあ俺もスポンサーなんかやったりしてちょっと叩かれたりして、でまあそこで奥野さんその辺もし見せんだったら俺引退かけてやってもいいかなと思って、奥野さんと。もし奥野さんに俺負けるようなら、俺このブレイキングダウンもう引退しますよ。もしあれだったら、それで受けてくれるんだったらどうかなってちょっと思うんすけど。なんで俺なんすか。そうだな、なんか俺あんたに親和性感じてて、あんたの喋ることにやっぱ言霊が乗ってて花もあるし、なんかどうせこの天っていうミレニアムの中でやらせてもらえるんだったら、やっぱちょっとただただ強さ証明し合ってるだけでちょっと俺の中に物足りなくて。じゃあ引退かけるって言ってくれるんやったら、はい、10万なんか1000万ぐらい積もうかな。あ、逆にかけてくれるんですか、うん、俺に。俺が負けたら、俺の、あ、負けたのね。で、俺、あんたが勝ったら俺はもう潔くあのおめんちゃらでも、うん、あの引退騒ぎでもなく、うん、本当に触るよ。まあ、純子とのもう生産も得たんで。いや、自分からしたら光栄ですね。それもし言ってもらえるのは光栄です、ね、もし、ありであればぜひお願いしたいですけどね。はい、 OK です。やる以上はやっぱ勝ちたいな。これはあの本気で引退かけてあります。負けたら潔く、変なへりくつもなく、そのままブレイキングダウン、卒業させてもらいます。今、バンさんも引退かけるまで言ってくれたから、まあ、それは光栄だなと思いますね。じゃあ自分1000万積んでやらせてもらいますと。自分が負けたらね。負けるつもりないけど、近い将来メイウェザーってやりたい。さあ、メイウェザーを1ラウンドで必ず KO しようと思ってるんで。ブレイキングダウン10本戦は11月23日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。現在チケット販売中。詳しくはコメント欄概要欄から。次なんですけど、日本のプロ格闘家、まあ、ブレイキングダウンよく思ってないプロ格闘家多いと思うんですけど、
そのプロ格闘家たちからの応募が来たので同じグループにまとめてみました。ブレイキングダウンって結構賛否をずっと生んできたと思うんですけど、一番よく思ってないのって多分日の目を浴びてない、もっと努力して頑張ってるプロ格闘家だと思ってて、でまあその選手たちと実際にこうブレイキングダウンの選手、まあ、対抗戦みたいな形ができたらいいかなということで、まあ、ブレイキングダウンでまあ有力選手をひな壇に置いたので、まあ、あとはお互い決まれば試合組むって感じです。ではプロ選手の方々お入りください。ターゲット渋谷、杉本、よろしくお願いします。まあ、ブレイキングダウン、まあ、俺は、まあ、格闘技とはしては、まあ、見てなくて、プロの打撃がどういうものかっていうのを、まあ、身をもって教えてやろうかなと、まあ、そう思ってきました。いつも試合は何キロでやられてるんですか？60で、まあ、スーパーフェザー、うん、今回今対戦候補者が70キロ前後ぐらいなんですけども、特に問題ありないですか？まあ1分なんで、まあ、気合でどうにかしちゃろうかなと。まあ全然余裕ってことでいいですかね？まあそうっすね、はい。殴り合いって好きですか？殴り合い好きですよ。なんかプロの選手って3分3ラウンドだと思うんですけど、なんかまあ綺麗にこう技術で戦う部分があるなと思ってて、で結構僕ガンガン、はい、殴り合うのが好きなんで、まあ、ここでプロの舞台で活躍してる選手を僕が圧倒的に勝ったら盛り上がるんじゃないかなと思って、まあ、倒す自信はあります。なんでよかったアマチュアに言われてここで言い返せねえんだよ。やりたいんでしょ？やっちゃうんですよ。弱えよ、すごいよ、弱えんだそれが。あ、いいですか、次の方。ターゲット渋谷の最後です。よろしくお願いします。ブレイキングダウン結構みんな、世間では人気なんですけど、格闘技じゃねえぞっていうところは、僕たちは思ってて、格闘技っていうものを僕が見せればいいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。次の方お願いします。佐垣財門です。よろしくお願いします。ライジン僕らより先に出てますからね。立ち上げ当初にもうアーセンとかと戦ったりして、もう全ての団体出てきてる選手ですね。まあ、自分、まあ、格闘技もう試合離れてるんですけど、また試合したいなと思って、まあ、自分今まで出てきたと K1 もそうですし、ライジンもそうですし、一番その時に盛り上がってる団体に出てたんで、僕がパーッと見た中で一番盛り上がってる団体どこやろうと思ったら、ブレイキングダウンが一番盛り上がってんなと思ったんで、ブレイキングダウン来させてもらいました。お前が機材もん？他の3人知らんけどお前だけ知ってるよ。ありがとう。俺が試合やってやるよ。ありがとう。ありがとう。君あれやね、100人の中の1番だった子やね。そうそう。じゃあ僕1番になった子でお願いします。はい、1番、じゃあこの中でいいってことだ。1000万円契約結びます。おめでとう。おめでとう。体重とか合ってるんですか？体重ない。でも右京君、俺体重とかも大丈夫もうだって喧嘩で一番なった子でしょ。だからもう全然そのもう何キロでも大丈夫だから、頑張って食べて大きくしてます、ね、でも俺はお前に1分間なら勝てると思ってる。まあまあ1分だしね。でも、うん、喧嘩だったらどっちが倒れるまでやからさ、で1分っていうこのルールの中でさ、ちゃんとじゃあ頑張って。ブレーキングダウン1分だからね。でもそれだったら俺はお前に勝てるわ。若いやつの勢いってすごいから、あんま舐めてかかるとやられちゃうんで。まあ、楽しみにしてます。俺も楽しみにしとく。
そっちプライベートがヤフーニュースになっていく、その辺大丈夫なんですか？いや、そっちが大変です。大丈夫、大変ですか？そっちが大変なんで。ちょっとやっとこれで格闘技にまた集中できるかなと思って来て来ました。じゃあ決定しますか。お願いします。よし、負けるしって思ったら来てないし、あのプロとアマチュアさは見たら分かるっすよ、はい、やってきたら数が違うんで。別に喧嘩じゃないし、喧嘩は先手必勝じゃないですか。別に勘がないし、でもこれはちゃんと1分というルールの中でやってるから、それはもう負けないっすよ。まあ、1分というその短い時間だからこそ格闘技の技術のため必要だと思うんだけど、その生物的に強いやつがやっぱ強いと思ってるから、それは俺の多く持ってる。じゃあ次の方お願いします。ジャギです。大阪から来ました。地下格から始まって日本キックのタイトル取って、まあ、ライジンまで行って、で、まあ、ちょっと辞めたりちょっとフラフラしとったんで、こういう機会ちょっともらってまたちょっとライジン行ったろうかなと思ってます。でちょっとおもろいと付き合いできる子おったら、俺と付き合いできるよ。できるっすね。俺もめっちゃおもろい試合できるから、うん、やろうよ。じゃあどっちも1回大会から全部俺ここ出てて、うんね、俺ブレイキングダウン背負ってるつもりだから、うんね、プロの看板背負って、俺はブレイキングダウンの看板背負っておもろいやん、ね、潰してやるから。え、うん、なんでそんな自信がないの。えあビビってんだろ心の中では。ビビってビビってんやと来てんやもう。あほんまに強いんか。ほんまにお前らそんなんから試合でもしたろ言ってんだから。まあ今ここでやったろか。やったろか。うん、ほい。あ、来たんの知らんか。もっと来いよ。一発で取れたやろ。あ、おら俺なんてそんなやっちゃう。タブルにんちゃうな。大会弱いんちゃう。持ってこい。取ろうかってね。取れ。できんのかこれ。やっとるんか。ほな、どうしてやるや。お前目がビビっとるやん。一回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 座ってもらって、やるやん。やったらやるやん。一回座ってください。一回座ってください。俺とやる。おやれ。プロの人もやれ。一回座って。行ったるわ。だから誤解しないでほしいのは、あくまでも俺たちのカラーっていうのはこうなんで、そこに対して受けて立つっていう風な構えになっちゃってるんで、そこはご理解ください。あのジャキさん、今なんかさっきすごい取っ組み合いになってましたけど、川島君のこと。はい。いや弱いな。体幹弱いな。もっと強いんかなと思ったら甘えたんで。お前試合できるかな。面白い。いやいいとも言わしていて。今はビビっちゃってるからね。何何ビビんの。大丈夫だよそんな。何をビビんねんと。当日やろうぜ。お前に何ビビんねん。あもういいよ。つまんないからいい。いや、つまらないって言っちゃうの。何が思う。彼らしいですね、うん、体型が彼らしい、ね、ちょっとちっちゃめでちょっと豆タンクみたいな、ね、でも自信しかないっすよね、ほんまマジで。もう一発で終わっちゃう。プロの集団がブレイキングダウンやってやるよって言って乗り込んできてるんだったら、ああやってやるよっていう、もう一回打てばいいだけなんで、それだけですね。俺はこの舞台背負ってるつもりなんで、まあ、そうですね。そんな気持ちで当日ぶっ飛ばしてやろうかなと思ってます。
杉本さんもねすごい実績豊富ですけどね、うん、いやさっきちょっと取っ組み合いして正直あの力もめっちゃ弱かったしあの勝てる自信しかないんですけど。いやじゃあやっちゃう。じゃあ負けたらどうします。俺全部奪いに行きますよ。正直勝てますよ。さっきの取っ組み合い力弱すぎっす。負けることねえからもう。いやだから負けたらどうするんですか。頭丸めちゃおうかしたらそれでいいか。眉毛も全剃りせんか。3年間縛り。ブレイキングダウン側もなんかかけた方がいいんじゃないの。プロの人間ここまで煽ったんだから。そうっす。だからそれやったら倒れるまでが一番手っ取り早いじゃん。プロは1分無制限でやりたい。うん、無制限で倒れるまで1分無制限でやれんの。やりますよ。あ、僕は行けますよ。いろんなとこ折れちゃうかもしれないですけど大丈夫ですか。倒れるまで。こっちのゼリーさん確保して僕はブレイキングダウンで、うん、1分無制限。1分無制限、まあ、僕はもともとブレイキングダウン出たかったし楽しいし一番盛り上がってるから、だから僕はブレイキングダウンのルールでもいいですけど。それで負けたらマジで、うん、そうだよ。それで負けたら俺は恥ずかしいしじゃないね。だから無制限でお願いしていいですか。不良たちが集まってこう格闘技ごっこお前してんのかなと、まあ、そんな印象かな。くるくるして格の違いを見せちゃおうかな。自称プロでしょって感じですね。知らないですもん、まあ、舞台はブレイキングダウンなんでこっちもあの負ける気ないんで入り口にします。最後にじゃあ西郷さん、はい、まあ、さっきうちの選手が失礼あったと思うんですけど来る前と来た後の印象で何か変わったものありますか。なんか思ったよりも生意気やなっていう。ブレイキングダウンに守られてるの今やのになんか生意気やなっていう。守られてるもクソもないやろお前。リングでグローブつけて戦うんやろ。まあ、こういうところとか何やろお前。何言ってるか分からんからやろ。でもしっかりリング上がったら分かると思うんで。ブレイキングダウンの人間がほんまに強いっていうところをちょっと見せだろお前に。ぜひお願いします。いや本当にボクサーっていう今聞いて思ったんですけどなんかボクサーだったらあんなことしないだろうと思ったんですよ。それを背負って今なんでブレイキングダウンってやってるんだろう、なんで喧嘩自慢としてやってるんだろうっていうのは元プロ格闘家なのであれば余計にそう思います。当たんないと思います。多分全部変わってるかな。今まで食らったことないようなパンチ感をしてあげたいですね。プロで何戦やってんか知らんけど俺ほどのパンチ力あるやつとやったことないと思うんで。プロ3戦1勝みたいです。そんなもんなんすか。いや僕ももう30戦近くやってたんで、まあ、そんな記憶にもう絶対負けないですね、まあ、ちょっとほんま格の違い見せたれます。俺はプロやからなんかおかまみたいなこと言われたらとことんやってやりますけど。だからなんかさっきから今日見学できたんですけど先輩方になんか何か聞いてるんで。おっさん今からやる。今からやる。やれんの。今からやんの。やれんの。やれんの。やろ。なんだ。お前関係ないの。試合できるんだこれ。俺とやろうっつってんの。もうやろうや。今見学だけど今日試合できるんですか。今日試合できます。今できます。やります。昨日試合だったんじゃないですか。昨日試合でした。関係ないです。やります。やりましょうよ。じゃあやってもらえますか。やっちゃっていいですか。昨日もライズで戦ってる。はい。ですよね。で昨日 KO 勝ちしてっていうことですね。はい。今6連勝中です。で見てらんなかったってことで。そうですね。なんか喋りで負けてて、まあ俺喋れるんで、なんか。ホッソンやっておりましょう、やっておりましょう。イギリス、イギリス、イギリス。ホッソンの方が今ちょっと体重が重いと思うけど、大丈夫。関係ない。体重で関係ないです。ああ、関係ない。今何キロぐらいですか。75ぐらい。全然大丈夫です。大丈夫。うん、今やっちゃっていいですか。うん、じゃあちょっと準備できますか。あ、わかりました。絶対いける、絶対いけるっす。やるわ。まあ別にプロじゃない人が
なんですかね、格闘家気取りというか、まあ、本気で格闘技をやってる人に対して態度が違うんじゃないかというか、それを思ったんで割り込んじゃいました。ウリタさんが前言ってたみたいに、あの建国でブレイキングダウン選手がどんどん登場するあのイベントが開催されるみたいですよ。あ、そうなんだ、はい、全然知らなかったけど、ちゃんと俺もキャラクターになってるのかな。俺の場合、顔の入れ墨とかが再現めんどくさいからね。確かに多分内部でウリタいらないとか言ってるのもね、使わねえでいいよっつって。ミッションをクリアしながらゲームを進めて、ぜひ選手のコラボアイテムをゲットしてください。公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像を配信。公式アプリの VIP 会員をお試しするとペーパービューチケットがどこよりもお得に。これを彼は知らないけどちゃんと見たと思います僕に勝てないで、勝てるんですか僕の。
先輩たちに。じゃあ負けたらどうするんで。なあ。負けやつ。負けやつ。やばいのか。あ？一分無制限だぞ、プレ。お前宮崎なんだろ、プレ。おい、お前一分無制限だぞ。10ラウンドも20ラウンドも30ラウンドもやれんのかこれ。おい、やれんのかっつってんだよ。ちゃっちゃろ。おい。おい、チンピラくせえか、お前。あ？あ？何をつか、お前ら。何をつかじゃねえぜ、これ。やっちゃろ。宮崎のどこや？小さんかい、これ。宮崎のどこや？知ったこつか、お前は。おい、宮崎のどこや？お前、勝てんの、そんなんで。おい。ねえ、勝てんの？なめんな、お前。OK。勝てんの？ OK。ありがとう。OK、OK。ありがとう。勝てんの？お疲れ様です。よろしく。はい、いや僕まだできるんですけど君いいねまた次僕とやりたい人とかいないですか君とかおもろいな剣でユーラいや全然やりますよ俺はやりましょうか、はい、お願いしますアマチュアですか余裕で勝っちゃいますけど大丈夫ですかいい僕でよかったら逆にやらしまっていいですか あ全然やりますありがとうございます、はい、倒すと勝ちなんで3分3ラウンドじゃないんで倒そうかなって思ってます圧倒的すぎて多分心折れちゃうんじゃないかなって僕は思いますね大会で一番速い KO を狙うぐらいでいきたいですじゃあ次のグループどうぞじゃあ自己紹介簡潔に、徳島から来ました喧嘩自慢です、前回福太郎とスパーリングして、まあ、判定で負けたんですけど判定に納得いってなくてまたこの場に借りを返しに来ました誰が相手のかなこのメンバーだったらジバアイトルジバアイトルなるほどねアイトル俺と、うん、しっかりほいたお前も調子悪いんだろ。先やったけんの、お前。森、一回落ち着こうか。OK、次の人。君あれだよね。あの、健之助さんから練習でダウン奪った子だよね。そうですね。まあ自己紹介からいくと、人生初スパーリングで健之助をワンパンさせました。お前北関東だ。俺も北関東なんだよ。お前どこだよ。俺、宇都宮。マジで？強いよ。見たら分かんだろ実力。おい。ねえねえこの野郎。ちょっと待っとけよ。お前北関東。知らないでやってやるよ。なめんなよ、栃木これ。誰に口聞いてっか分かってんのかてめえ。お前知らねえんだよ。おめえの方が知らねえや。一回座り。うん。来いよ。さっきの勢いで。お前、行った、お前おい、うめぇ、うめぇ手が止めて死ねえ、お前行ったよ、お前やったな止まってもう一回押すけよ踊る仲間がおるけん手出しておだけじゃんかこらやおもろいおもろい前回待っとんじゃこっちまあ一旦交代ですねもう一旦そこでその二人決定です、はい、そうですねパーにした。まあガタイに物を言わした赤本ザボって感じですかね。僕が格闘技、僕実際趣味程度なんで試合とかも出たことがなかったら教えてくれる人もあるんですよね。
ただこのままただただ趣味で終わらせたら、この何時間を週に1回と積み重なってでかい時間が何の意味になるんだっていう、ただその意味の証明と恩返し、そこに対してのっていう感じですね。マジでなんか印象もないし、ポケモンのラッタって言うんだけど、そのラッタに言っとったけん、もうラッタやな。あとはもう俺の拳でお前のその顔面をもう整えてあげるから嬉しいやろ。喜べよ。合宿企画に参加してもらった新しいブレイキングダウンの顔になるかもしれない人たち4人と、アウトサイダーだったり、まあ、ブレイキングダウン出てもらってる選手には引退をかけて戦ってもらおうかなと。俺らは引退かけてやるよ。何そんな舐めないよ。一輪化したいんか、お前。したくねえやろ。あ、だこの野郎。おい。やらなくて引退でいいよ、俺は。桜見くる仕様とは、あの中学から の友人をしていて、地元の中学の1校上なんですけど、一番突っ張ってました。ブレイキングダウンイレブンオーディション応募開始。応募期間は11月3日から11月17日まで。概要欄から今すぐ応募。ブレイキングダウン10本戦は11月23日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。購入者特典も充実。 VIP 席購入者の方は限定アフターパーティーに招待。さらにペーパービューチケットも販売開始。詳しくはコメント欄概要欄から。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像を配信。公式アプリの VIP 会員をお試しするとペーパービューチケットがどこよりもお得に。ブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意してますので、まずは資料からでもお気軽に概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン10は建国のほか、エクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。